1381年から1384年にかけてのリトアニアの内戦はリトアニア大公で後にポーランド王となったヨガイラとその重帝ビータウタスの間で起きた最初の権力闘争である。ヨガイラがビータウタスの父である叔父のケーストゥティスと争う目的からドイツ騎士団とドビリシュケース条約を結んだことが内戦の発端となった。 ケーストゥティスは短い間大公国の権力を奪取、したが、ビリニュースの人々をはじめとするヨガイラの支持者に失墜させられた。ケーストゥティスとビータウタスは和平交渉中に捕らえられ、クレバ城に監禁された。ケーストゥティスは監禁された一週間後に死んだが、ビータスタスはどうにか脱出に成功して、ドイツ騎士団と同盟を結び、両者の連合軍がリトアニアに攻め寄せた。 結局、ヨガイラの側が、リトアニアのキリスト教家に向けたモスクワ大公国や、ポーランド王国との交渉を進める体制を整えるため、国内の安定が必要になり、ビータウタスとの和解に踏み切った。権力闘争はこれでは終わらず、二度目の構想である1389年から1392年にかけてのリトアニア内戦が、オストルフ協定の締結によって解決するまで続いた。 10年以上にわたる争いの末、ビータウタスはリトアニア大公の座を手に入れ、38年間にわたって大公国を統治することになる。アルギルダスとケーストゥティスの兄弟は平和的にリトアニア大公国を統治していた。アルギルダスは大公として正教徒のスラブ人が住む大公国の東部地域の統治に専念した。ケーストゥティスは大公アルギルダスの名のもとに、 大公国の西部地域の統治を担い、ドイツ騎士団から国境地帯を防衛した。アルギルダスが1377年に死ぬと、彼とその2番目の妻トベリ公女ユリアニアの間の最年長の息子であるヨガイラーが大公位を継いだ。ケーストティストビータウタスは、アルギルダスとその最初の妻ビーツエプスク公女、マリアの間の最年長の息子ポラツク公アンドリュスが、 大公くらいの相続権を主張して、ヨガイラと争った時も、ヨガイラとの協力関係を維持した。ドイツ騎士団は、異教国立アニアへの十字軍遠征を続けた。1378年には大規模な遠征軍が組織され、ドイツ騎士団は、プリペアチ川沿いのブレストにまで兵を進めた。リボニア騎士団は、ウプイテを攻撃し、次の遠征では、首都ビリニュスを脅かした。 1379年の夏、ヨガイラの弟、スキルガイラが、リトアニア国家のキリスト教への改修に関する可能性について交渉するためと、アンドリウスに対するリボニア騎士団の支援を停止させるために、騎士団国家へと派遣された。この交渉の旅に関する司祭は不明で、スキルガイラは神聖ローマ皇帝のもとを訪れたという話も伝わっている。 スキルガイラの旅はその目的も結果もはっきりとはしないもののこの旅はケーストゥティスに対するヨガイラの最初の陰謀と言われている一方ケーストゥティスは騎士団に対して和平交渉と捕虜の交換を申し出ている1379年9月29日ケーストゥティスとヨガイラが最後に共同で署名した10年間の和平条約がトラカイにおいて結ばれた この和平条約は、ヨガイラと騎士団が3日間にわたり、ビリニュスで秘密交渉を行った後で結ばれたものだった。しかしながら、この和平条約によって守られたのは、キリスト教地域である大公国の南部地域のみであり、ケース・トゥティスの支配する大公国北部、西部の異教地域は、依然として、ドイツ騎士団の攻撃対象のままであった。1 3 8年2月、 ヨガイラは、ケース・トゥティスを無視して単独でリボニア騎士団と和平条約を結び、5ヶ月間リトアニアのヨガイラの両国を攻撃せず、またヨガイラのイボアにアンドリスを支援しないことを騎士団に約束させた。1380年5月31日、ヨガイラとドイツ騎士団総長ビンリヒホン・ク国プローでは、密約であるドビリシュケス条約を結んだ。条約の書条文は、 端から端まで絡み合う形で書かれており、完全な形では読み取れない。この条約の条文によれば、ヨガイラはドイツ騎士団がケイストゥティス内しその息子たちを攻撃した場合、それを邪魔しないことに同意した。ただし、もしヨガイラが自らの内通を隠すためケイストゥティスを支援したとしても、条約の内容には抵触しないともされていた。 この条約はその背景となった動機がはっきりしないため、その点をめぐり、歴史家たちの間では、見解が一致していない。一部の歴史家は、ヨガイラの母ユリアニアや、側近のバイディラが、ヨガイラをそそのかしたのだ、とする。別の歴史家たちは、ケーストゥティスとヨガイラの大きな世代の開きが、両者の政治的決別につながったとする。ケーストゥティスが80歳前後で、 キリスト教には改修住まいと決めていたのに対し、ヨガイラは30歳前後と若く改修して、リトアニア国家をキリスト教世界の仲間入りさせる道を模索していたのだった。さらに他の意見としては、条約は当初はヨガイラの対抗意をめぐるライバル、ポラツク公アンドリュスと、その同盟者、アンドリュスの同母弟ブリャンスク公、ドミトリユウスとモスクワ対抗、ドミトリードンスコイを、 仮想的としていた、とするものがある。ヨガイラは、リトアニア国家の西部国境をより安全にするため、モスクワ大公国との間でやがてクリコボの戦いを、引き起こすことになるジョチウルスと同盟していた。ヨガイラに捉らえられたケースティスとビータウタス、ボイチェフ・ゲルソンが1381年の年明け、ドイツ騎士団は、ドビュディシュケス条約の内容を遵守しつつ、 トラカイ広告とジェマイティアを二度に渡り襲った。トラカイを襲撃中、騎士団は初めて医師法を兵器として使用し、ナウヤピリスを破壊して3000人を捕虜として連れ帰った。1381年8月、オステローデノコムトゥルで、ケーストゥティスの娘ラヌテの先例の大父でもあった、クーノーフォン・リーベンシュタインが、ケーストゥティスに密約の存在を知らせた。ケーストゥティスが、 息子のビータウタスに密約について何か知っていたのかどうかを尋ねると、ビータウタスは密約について何も知らず、その情報は一族を分断するためのドイツ人たちの罠なのではないかと疑った。1381年、ケーストゥティスはスキルガイラに対するポラツク氏の判乱に乗じ、クーデターを起こした。ヨガイラがポラックの判断鎮圧のために大公国の首都ビリニュスを離れたため、 これを後期と見たのである。ケーストゥティスは太閤の座につき、ヨガイラはビリニュスへの木とに捕らえられた。ヨガイラの腹心、バイリラは処刑された。ヨガイラはケーストゥティス神獣を誓って解放され、相続財産としてくればとビーチェプスクを与えられた。ケーストゥティスはドイツ騎士団との戦いを再開し、彼の軍勢はバルミアを襲い、ゲオルゲンブルクの占領を試みた。 1382年6月12日、ケイストゥティスが功能を拒否したノブホロドシーベルスキーの支配者カリブタスと戦いに出かけ、ビータウタスがトラガイに向かい、両者がどちらもビリニュースを離れた際、商人ハーヌルに先導されたヨガイラの軍勢がビリニュースに入場した。商人たちはケーストゥティス対抗のハンドイツ騎士団政策のためにリボニアとの貿易を中心とする。 経済活動を阻まれ、不満を募らせていたのだった。ビータウタスは、トラカイで軍勢を結集して、ビリニュスを攻撃しようとしたが、ヨガイラはまんまと対抗意を取り戻した。6月6日、ヨガイラは、ドイツ騎士団との間に2ヶ月間有効なブラジョーレ、条約を結んだ。ビータウタスは、ドイツ騎士団とヨガイラの連合軍に立ち打ちできずに、トラカイに退却し、 トラカイの町は7月20日にヨガイラ軍に降伏した。ケーストゥティスがジェマイティアで支持者をかき集める間、息子のビータタスはフロドナで、弟のリュバルタスはハール・イチボルイーニで、それぞれ兵を募った。1382年8月3日、ケーストゥティス軍とヨガイラ軍はトラカイ近郊で決戦に臨むために退治したが、戦いは開始されなかった。 ドイツ騎士団の資料によれば、ケーストティスはヨガイラ軍がドイツ騎士団に援護されているのを見て、配下のゼマイティア人の軍団が戦意を喪失したため、相手方が優位を悟って攻撃を仕掛けなかった。両軍は交渉を行うことで合意した。ケーストティスとビー・タウタスがヨガイラの野営に到着すると、親子は逮捕されてクレバ城の牢獄に閉じ込められた。 ケース・トゥティスの軍勢は散り散りになった。収監されて5日後の8月15日、ケース・トゥティスが死んでいるのをスキルガイラが発見した。ヨガイラは、おじは首をつって自殺したのだと主張したが、ヨガイラが窒息死させたという噂が広く囁ささかれた。ヨガイラは、ケース・トゥティスのために、盛大な異教式の葬儀を開いた。ケース・トゥティスの意外は馬、ブグ、 その他の貴重品と共に仮装された。ビータウタスは1382年の秋まで投獄されていた。彼は夫に面会することを許された妻オナの手助けで脱出することができた。複数の資料がビータウタスはオナまたはその次女と服を交換して助走し、監視の者に気づかれないまま城を脱出した、と述べている。ビータウタスは最初、 妹のダヌッテとその夫のマゾフシェワルシャワ校をヤヌシュ一世から支援を受けようとしたが、後には、ヤヌシュ一世の弟のマゾフシェプーツク校、シェモビト四世を頼った。結局、ビータウタスは旧敵である、ドイツ騎士団国家へと赴き、ヨガイラと戦うための支援を要請した。マクデブルクのビガントによれば、おそらくビータウタスの逃亡の報復として、その母親である、 ビルテがブレストで溺死させられた。ビルテの親類であるビディマンタストブトリマスも殺害されている。騎士団は大した歓迎もせずにビータウタスを受け入れた。その頃、ヨガイラもドイツ騎士団との交渉に入っていた。1382年10月31日、両者は3つの条項からなるドゥビサ条約を締結した。これは、 アンドリュスとケイストティス打倒を支援してくれたドイツ騎士団に対してヨガイラが支払った報酬と言えるものだった。この条約ではヨガイラは4年以内にキリスト教に改修して騎士団の同盟者となり騎士団の賛同なしに戦争を起こすことを控えいまだにビータウタスを支持するルビサ川流域までのゼマイティアを騎士団に活用することを約束した。しかしながら 条約の批准は無期限に延期され続けた。その理由の一つには、ヨガイラが騎士団に相談なく、マゾフシェ広告で戦争を始めたことで、両者の関係は冷えたことが挙げられよう。そして騎士団もまた、反目し合うビータを足すと、ヨガイラが互いに争うよう仕向けようとした。一部の歴史家は、この頃のヨガイラはすでに、モスクワ内シポーランドとの同盟を考えていた、という説を提示している。 結局、1383年6月に予定されていたヨガイラとドイツ騎士団総長との会談は最もらしい口実をつけて開かれず、両者の同盟は崩壊した。1383年の9月上旬、騎士団とビータウタスは一時的にトラカイの支配権を奪取したが、ビリニュスへの攻撃は不守備に終わった。1383年10月21日、 ビータウタスは、タピアウにおいて、カトリック教会の天礼により受選し、大父となったラグニトのコムトゥルであるビガントにちなんで、ビガントのクリスチャンネームを授けられた。ビータウタスは、ドゥビサ川川口に近い、ネマン川のアゼイノのノイマリエンブルク城を与えられ、城には、ヨガイラから所領を没収されたビータウタスの親族や、家来たちが連れて来られた。城に身を寄せた者の,の中には、 弟のタウトビラスもいた。ビータウタスはまた、ジェマイティアからの指示をも確保しようとした。1384年1月30日、ビータウタスは、ケーニヒスベルクにおいて、ケーニヒスベルク条約に調印し、騎士団の風神となること、そして、カウナスを中心とするネベジス側までのジェマイティアの一部を、騎士団に割上することを約束した。百八十四年五月、 騎士団はカウナスにノイ・マリー・エンフェルダーと呼ばれる要塞を築き始めた。1384年6月14日、ビータウタスはこの新しい城において、1月にケーニヒスベルクで結んだ約束を更新している。一方、ヨガイラはおそらく聖教徒の母ユリアニアの影響から、モスクワ大公国との同盟を模索していた。ヨガイラは、ドミトリー・ドンスコイの娘、ソフィアを日に迎え、 生協の洗礼を受け入れる構えを見せた。この結婚、回収構想を実現するため、ヨガイラは、ビータウタスとは会して、内戦を収束させる必要に迫られた。1384年の春、ヨガイラは、ビータウタスに対し、ルーツクを中心とする、ボルイーニ地方を両国として与えることを打診したが、ビータウタスはこの申し出を拒否し、当時は、スキルガイラが統治していた。 トラカイなどの没収されたすべての世襲領を返還するように要求した。ヨガイラはトラカイを返還するように約束すると同時にスキルガイラをポラツクの統治者に転任させた。同年7月、ビータウタスはヨガイラの申し出を受け入れ、ドイツ騎士団との同盟を破棄した。ビータウタスはネマンカワカハンにドイツ騎士団が建てたノイマリエンブルクとゲオルゲンブルクの二つの城を焼き払った。 ノイ・マリー・エンフェルダー要塞は、6週間にわたって、ヨガイラとビータウタスの連合軍に包囲された後、陥落した。ドイツ騎士団に対する攻撃の最中、ビータウタスは、マルク・バルト・フォン・ズルツバッハという騎士を捕まえたが、ズルツバッハは、後に、ビータウタスと、ドイツ騎士団との関係において、重要な役割を果たすことになった。ビータウタスは、文書に裏付けられたよ。 ガイラの明確な承認を受けないままに、リトアニアに帰国した。ビータウタスは、フロドナ、ブレスト、ポドラシェ、バウカビスクを所領として与えられた。オジノルバルタスの死後、オジの支配していた、ボルイーニ地方を、自分の支配下に置くため、ビータウタスは、聖教会の洗礼を受けた。スキルガイラはそれまで通りトラ会を治めていた。ビータウタスは、ヨガイラに忠誠を誓い、大勢いる。 諸地方の公の一人になったのである。ヨガイラは新しい方面からの改修の進めに関心を寄せていた。彼はすでにドイツ騎士団と結んだドゥビサ条約を破棄していた。ヨガイラはモスクワとも交渉を行ったが、モスクワは危険な存在であり、また政教はドイツ騎士団の攻撃からリトアニア国家を守る手段にはなり得なかった。 さらに1382年のモンゴル人によるモスクワ包囲戦の結果、モスクワは一時的にその権勢と影響力を弱めていた。そして第三の改修の提案がポーランドから打診された。ポーランドは幼い宿ビが女王の婿として、ポーランド王の座につくのにふさわしい人物を探していた。ヨガイラは1385年8月にクレボの合同条約に調印し、リトアニアを キリスト教家し、ヤドビワと結婚し、リトアニアとポーランドの同訓連合を成立させることを約束した。翌1386年、ヨガイラは改修し、ポーランドの国王,王として退官した。ヨガイラはポーランドに移り、弟のスキルガイラが、リトアニア対抗国の摂政を務めた。イボアニのポラツクコー・アンドリュスは、ヨガイラの不在を後期と見て、 リトアニア対抗くらいのダッシュのために、再び反乱を起こした。この間、ビータウタスは、ヨガイラに忠実であり続け、スキルガイラによるアンドリュスの討伐を助けている。アンドリュスの反乱が鎮圧された後の1387年4月28日、スキルガイラがポラックを与えられると同時に、ビータウタスに、 トラカイが返還されるという約束が破られ、スキルガイラがトラカイとトラックの両方を収めることになった。ヨガイラはビータータスをなだめようと彼にルーチックとボロディーム・イルボルインスキーを与えた。しかしこれは関係の日々を修復することにはつながらず、両者の関係は険悪なものになっていった。同時に国内にポーランドの影響が増大していくことに憤通る。 リトアニア人たちの間では、摂政スキルガイラに対する不満が鬱積していた。彼らは、リトアニア国家の法的な独立を維持し、対抗国の感触を、リトアニア人が締め続けることを望んでいた。ヨガイラに裏切られる形となったドイツ騎士団は、ジェマイティアの所有権を主張し続け、リトアニアに戦争を仕掛け続けた。こうした情勢に後押しされる形で、 ビータウタスは再び大公国の権力奪取を目指した。彼はまたもやドイツ騎士団国家に逃れ、リトアニアの内戦を再開した。内戦は1392年のオストルフ協定によって終結し、この協定でビータウタスはヨガイラに忠誠を誓うとともに、リトアニア大公国の大幅な自治権を獲得した。これにより彼はリトアニア大公となり、 38年にわたってリトアニアを統治することになる。ありがとうございます。